ガンプラ制作動画を投稿しています。ガンプラ団です。 HG スーパーフミナの制作、説明書では胴体部分の制作からになっていますが、今回ですね、こちらに切り出してます通り、これ頭の部分のパーツなんですけれども、頭の部分のパーツから作っていきたいと思います。それで、こちらのパーツなんですが、結構ねパーツの数は多いかなという感じですね。それで、この髪の毛の部分のパーツ、こちらが、この前と後ろのパーツと、この後ろに結んでる、まあ、ポニーテールにしてるパーツ、これが、まあ、2つこんな感じでこう一緒になって1つになるんですけども、このパーツという形で計4つのパーツに分かれてまして、あとこちらですね、エプロンと同じこの、まあ、頭の部分につけるパーツなんですけども、このちょっとゴム製のパーツですね。そして、こちらこう耳の部分につけるパーツで、ちょっとねこのアンテナの部分、こうちょっとこうボコッとなってるんですけども、こちらはガンダムの頭部アンテナと一緒で、こう先が尖ってるとですね、ちょっと危なかったりっていうのがあるので、多分安全のためにこういう形になってると思うので、ここはねこうパッとね切り落としていきたいと思います。そして気になる顔のパーツなんですが、メインのパーツはこちらですね。でこのパーツの特徴としてはですね、目の部分とあと眉毛の部分ですね、こちらにこう穴が開いてる状態ですね。なので、目と眉毛は別パーツになってて、こう後ろ側からですねこう差し込むことによってこう前に出てくるという仕組みになってます。なので目の部分と眉毛の部分はこうパーツを別で塗装するっていうことができるようになってます。で眉毛の部分のパーツはこういう形状になってまして、まあ、この部分をですねさっと塗装するとこうまるでこう顔に描いたかのようなこう眉毛のデザインになって、顔の表面に出てきてくれるっていう感じですね。こういうのはありがたいですよね。で目の部分のパーツは2種類ありまして、このモールドが入ってる方と何も入ってないこう真っ平らな方、2種類ですね。こんな感じになってます。でこれは違いとしてはですね、このまあ平べったい方は、シールを貼ったりとか、あとはもう目をここに直接描くパターンですね。これその場合はこちらのパーツを使って、でこちらですね、このモールドに沿ってこう色を、塗る、まあ、塗装するパターンですね。なので目をこう描けなくてもこのモールドに沿ってこう塗っていけば、まあ、綺麗な目に塗装できるという仕組みになってます。それで今回僕はどちらを使うかというと、このモールドが入ってる方の目のパーツを使って、こちらにですね塗装をやっていきたいと思います。さすがにね、ゼロからこう目を描くっていう技術はありませんので、やっぱりこのモールドが入ってる方にこのモールドに沿ってこう色を塗って、塗装でこのスーパーフミナのですね目を仕上げていきたいと思います。ちなみに目の部分どんな感じになるかというと、これも、先ほど眉毛の部分と同じようにこの後ろからこう差し込む形になってますので、この顔のパーツの後ろから目を差し込むとこんな感じで、この顔の穴の部分からですね目が見えるという形になっています。それでこの状態だとこの目の部分ですね、若干へこんでるような形になってますが、まだ切り出してないんですけれども、この上からですね、クリアパーツを差し込むような形になってますので、まあ、ちょっとねコンタクトレンズのような形でこう透明のパーツを差し込んで目のパーツが完成という形になります。まだね塗装してないのでこう白目でですね、なんとなくちょっと怖い感じですけれども、それでは早速塗装に入っていきたいと思いますので、まずはですね、この白いパーツ、まあ白いパーツなんでこのまま目を塗装していってもいいかとは思うんですけれども、一応もうちょっとね、光沢があるっていうか、まあ綺麗な白に仕上げたいと思いますので、まずはこのカラースプレーの、ピュアホワイトですね、こちらを使って、まずは一旦これを全体的にですね、白に塗装していきたいと思います。目のパーツを塗装したピュアホワイトが、綺麗に乾きました。それで、今度はですね筆塗りで、ちっちゃいところ塗っていきたいんですが、使う塗料がですねこちらの2つです。エナメル塗料の、グリーンとライトグリーンです。こちらのスーパーフミナの、瞳の色がですね、基本的には水色と、まあ、濃い青の、まあ、ブルー系の瞳の色なんですが、今回使うのはですねこの緑の、ライトグリーンと、グリーンですね、こちらを2つを使って塗装したいと思います。なので、まあ、瞳の色はグリーンになるんですが、まあ、これはですね、
まあ、ちょっと今後のちょっと制作というか、まあ、スーパーフミナの作り方で、まあ、緑の瞳の方が多分合うんじゃないかなと思ってこの2つの色をチョイスしました。それではこちらの2つのを使って今から塗装をやっていきたいと思います。こちらのライトグリーンを使っての塗装が完了しました。瞳の下の部分を塗装しましたので今こんな感じになっています。まあ、続いてこちらのグリーンを使って塗装していきたいんですが、このまま塗装するとこの初めに塗装したこのライトグリーンとこのグリーンがですね、まあ、同じエナメル色同士なので混ざってしまう可能性があります。なので、一旦この状態でちょっとコーティングをこのですね、まあ、ラッカー系の、まあ、光沢スプレーですけれどもこのスーパークリアですね、こちらを使って一旦この状態でこうコーティングをしたいと思います。そしてコーティングしてこう色がこう混ざったりってするこう可能性がこう低くなったところで、さらにこのグリーンを塗装していきたいと思います。光沢スプレーでのコーティングが完了しましたので、今度はさらにこのグリーンを塗っていきたいと思います。塗装が完了しました。いやー本当にね細かい塗装だったのですごく疲れました。まあガンプラ制作まあいろいろ子供の頃からですねやってきましたけれども、まあ、多分人生で一番細かい筆塗りをやったと思います。それで一応この塗装が乾いたらもう一回この塗装が剥けたりしないように、光沢スプレーでコーティングをかけたいと思います。最後にかけた光沢スプレーも乾いて、こんな感じになりました。苦労した甲斐があって、まあ、思った通りにちゃんと塗れたんじゃないかなと思います。で、まあ、エナメル塗料で塗りましたのでちょっとはみ出たところも塗った後でこう綺麗に拭き取ったりっていう風にできるのでこんな感じに、まあ、はみ出したところもですね綺麗に拭いて、綺麗になりました。やっぱり目の部分なんでですね、まあ、塗るのももちろんそうなんですけれどもこの白い部分をちゃんと残さないといけないっていうのが結構プレッシャーで、きつかったんですけれどもまあこのぐらいできてたら多分組み立てた時は大丈夫なんじゃないかなと思います。